こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップでプルプルっとした文字やシェイプを作る方法をシェアしていこうと思います。よくバナーやチラシなどでプルっとした文字などを見ると思いますが、あれをフォトショップで作っていきます。で、作るのは少し大変なのですが、一度作ってしまえばフォトショップに登録して、次使うときはもうワンクリックで使えるようになるので、そちらの登録方法も一緒に見ていこうと思います。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。フォトショップを基礎から学べる本の独学フォトショップも出しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ではフォトショップでやっていこうと思います。では一つ目の文字やシェイプを作るをやっていきます。ではまず文字やシェイプを入れていきます。文字の場合はツールバーにある横書き文字ツールをクリックします。で、もしない人は右下に三角マークがあるツールを長押ししてこのように探してみるか、あとは点々点も長押しして探してみてください。では横書き文字ツールをクリックして、そしてキャンバス上をクリックして文字を入れていきます。そして文字がちょっと小さいので、ここの新しく登場したコンテキストタスクバーのところの文字の大きさのところの T の文字にカーソルを持ってくると指マークが出てくるので、これでクリックして右にドラッグしていきます。そうするとこのように大きくすることができます。で、ちょっと動かしたいのでコマンド T を押して真ん中に動かしていきます。そしてエンターを押します。そしてフォントもここのコンテキストタスクバーまたは上のところでも変えることができるのですが、今回は Adobe Fonts の TA 重ね ⑤ にしたいと思います。ではこちらをクリックします。で、Adobe Fonts についてはこちらの動画でアップしているので、フォントのダウンロードの仕方など気になる人はぜひそちらをチェックしてみてください。で、このように文字を作ることができました。で、もしシェイプの場合は好きなシェイプを選ぶためにツールバーの楕円形だったり長方形ツール、三角形ツール、多角形ツール、ラインツール、カスタムシェイプツールの中から一つ選んでクリックして、そしてクリックしてドラッグしてキャンバス上にこのようにシェイプを書いていきます。で、シェイプも文字も今色は黒になっているのですが、この後にレイヤースタイルのグラデーションオーバーレイをかけるので、ここで色を選ぶ必要はありません。とりあえずの色を選んでみてください。で、今回はこのプルプルという文字で進めていこうと思います。では2つ目にレイヤースタイルに行くをやっていきます。ではここからこのプルプルという文字にレイヤースタイルをかけてプルプル感を加えていきます。で、レイヤースタイルの全解説についてはこちらの動画でアップしているので、それぞれの特徴を知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。ではこちらの文字のレイヤーまたはシェイプのレイヤーの右側をダブルクリックしてレイヤースタイルに行きます。で、まず文字に色を入れていきたいのでグラデーションオーバーレイをクリックします。そしてこちらの右側のグラデーションの下マークをクリックすると、このようにグラデーションの入っているフォルダがたくさん出てくるので、こちらから一つまず選びます。ではこちらをクリックします。そしてこの色も変えていきたいという時は、このグラデーションのところの色のところをクリックします。そうするとこのようにどのような色のグラデーションになっているのか見ることができます。で、例えば一番左のこの色を変えたいという時は、この色のボックスをダブルクリックします。そうするとカラーピッカーが出てくるので、こんな感じで色を変えていきます。そして OK をクリックします。そして他にも色を加えたグラデーションにしたいというときは、何もないところにカーソルを持ってくると指マークが出てくるので、ここでクリックします。そうすると色が一つ増えたので、また同じようにダブルクリックして、そして色を変えていきます。で、 OK をクリックします。そうするとこのようなグラデーションにすることができて、色の場所も動かすことができます。まあ、この色の感じは自分のプルプルのバナーだったりチラシに合わせて色を選んでみてください。で、今回はちょっと青っぽい、まあ、水っぽい感じのプルプル感を加えていきたいので、こんな感じの色にしてみました。左からちょっと薄めの青、そして右に行くほど濃い青にしていきます。そして OK をクリックします。で、スタイルは線形、円形、角度、反射、ひし形などあるのですが、今回は線形にしていきたいと思います。で、このようにプルプルの色を決めることができました。そして次にベベルとエンボスで立体感を加えていこうと思います。で、
では、ベベルとエンボスをクリックします。そしてまず、スタイルはベベル内側にしていきます。そしてテクニックは滑らかに。で、深さは物の大きさによると思うのですが、こんな感じでちょっと調整して、まあ、どれぐらいの立体感がいいかで選んでいきます。そして方向は今上になっているのですが、下へだとこんな感じになります。こちらも好きな方を選んでみてください。今回は上にします。そしてサイズでもこのようにプルプル感を変えることができたり、あとソフトの感じもこのように変えることができます。そして光沢、輪郭ではいろいろ選べるのですが、今回はこのように下マークのようになっているものを選びます。そしてハイライトのモードはスクリーンにして明るい色、まあ、白っぽい色にしていきたいと思います。で、シャドウのモードは蒸散にしていって、こちらは今全体が青のグラデーションをかけたので、まあ、ちょっと濃いめの青にしていきます。そして不透明度などこのように選ぶことができるので、まあ、ここで調整してみてください。そうするとこのようにちょっと立体感が出てきたのがわかると思います。そして次にベベルとエンボスの中の輪郭をクリックします。そしてこの輪郭のところでいろいろ選べるのですが、今回は立体感が出るように上の左から2番目のものを選びます。そうするとこのように立体感を出すことができました。で、範囲などもこのように調整してみてください。で、次にこの文字の中、内側にキラキラ感を加えていくために光彩内側をクリックします。そしてここで薄めの色を選んでいきたいので、こちらをクリックして、今回は薄い水色にしていこうと思います。そして OK をクリックします。で、このようにサイズを変えていくと、こんな感じで中にキラキラ感が加わったのがわかると思います。今回はこれぐらいにしたいと思います。そうするとこのように光彩なしだと、こんな感じ。光彩内側ありだと、このように、まあ、より立体的に見えてきたかなと思います。そして次に、この文字の外側にもキラキラ感を加えていきたいので、光彩外側をクリックします。そして色は明るめにしていきたいので、白にしていこうと思います。そして OK をクリックします。で、今ちょっと見えないので、一旦レイヤースタイルを OK をクリックして、そして背景の色を変えていこうと思います。では塗りつぶし調整レイヤーからベタ塗りをクリックします。そして黒にして OK をクリックします。そしてこのベタ塗りを先ほどの文字の下に持っていきたいので、ベタ塗りのレイヤーをクリックして文字の下に持ってきて青い線が出てきたら離します。そうするとこのように黒い背景の上にプルプルの文字を入れることができました。では先ほどのレイヤースタイルに戻っていきたいので、プルプルのレイヤーの下にある効果というところをダブルクリックします。そして先ほどの続きで光彩外側をクリックして、このように不透明度を大きくしたり小さくしたりして、あとサイズやスプレッドなどをこのように調整して、ちょっと立体感を加えていきます。で、次に影をつけていきたいので、ドロップシャドウをクリックします。そしてこちらも、まあ、光彩っぽい影を加えていきたいので、ちょっと明るめの水色にしたいと思います。そして場所をこのようにクリックしてドラッグして動かしていきます。あとはサイズなどもこのように調整してみたりします。そうするとこのようにほんわり影をこんな感じでつけることができました。で、これで OK かなと思ったら OK をクリックします。そうするとこのようにプルプルな文字を作ることができました。では一旦ビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。この黒のベタ塗りがないとこんな感じに見えます。では3つ目のレイヤースタイルのスタイルに登録するをやっていきます。で、このようにプルプルの文字を作ることができたのですが、毎回このようにレイヤースタイルを加えるのは結構大変です。なので次回以降もうワンクリックで使えるように、このプルプルのスタイルをレイヤースタイルの中のスタイルに登録していきます。では先ほどのレイヤースタイルに戻っていきたいので、効果というところをダブルクリックします。そして今このプルプルを作った後に右側の新規スタイルというところをクリックします。そうするとスタイル名というのが出てくるので、ここで名前を入れていきます。そして OK をクリックします。そうすると登録することができました。で、レイヤースタイルのスタイルというところをクリックすれば、このように先ほど登録したプルプルのスタイルがあるのがわかると思います。では先ほど登録したスタイルを使ってプルプルの今度はシェイプを作っていこうと思います。
では一旦この文字は非表示にしたいので、目のマークをクリックして非表示にします。そしてシェイプを作っていきたいので、ツールバーにあるシェイプを選んでいきます。今回は楕円形ツールにしたいと思います。ではこちらをクリックして楕円形を書いていきます。で今塗りが黒なので見えないのですが、一旦塗りをクリックして色を白にしたいと思います。そしてプロパティを閉じます。そうするとこのように白の楕円形を作ることができました。ではこの白の楕円形に先ほど登録したプルプルの効果を加えていこうと思います。では楕円形のレイヤーの右側をダブルクリックします。そうするとレイヤースタイルに来るので、この中にある一番上のスタイルというところをクリックします。そうすると先ほど登録したこのプルプルのスタイルがあるのでこちらをクリックします。そうするとこのようにすでにプルプル感のあるスタイルを反映させることができました。で、これは先ほどの文字で設定した感じなので、でもっと立体感を加えたいという時はこの後にまたベンベルとエンボスに戻って、まあ、深さだったりサイズだったりをこのように調整すると、まあ、よりシェイプに合わせてプルプル感が出せるかなと思います。そして OK をクリックするとこのようにシェイプにもプルプル感を加えることができました。このようにスタイルとして登録しておけばもうパッと使うことができるので、ぜひプルプルの文字を作ったらスタイルに登録しておくと便利なのでやってみてください。はい、今回は Photoshop でプルプルっとした文字やシェイプを作る方法についてシェアしてきました。まあ、実際バナーなのでよくプルッとした感じの文字を見ると思うのですが、まあ、そのようなイメージで作ってみました。で、色は今回水色っぽい感じの色にしたのですが、まあ、ピンクだったり紫っぽいプルッとした文字も同じように作ることができるので、まあ、色など調整してぜひ作ってみてください。で、今回はプルッとした文字のデザインをしてきたのですが、他にも文字デザインの動画をアップしていて再生リストにまとめているので、気になる人はぜひそちらもチェックしてみてください。Photoshop でプルッとした文字の作り方わかったよという人はいいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。